どうも、ゼログの東ボールです。えー、本日はボールパイソンの指切り、えー、交尾についてお話ししていきたいと思います。えー、ちょうど今ですね、あのボールパイソンでたった今交尾している子たがいるので、まあ、それを実際にこう見ながらお話ししていきたいなと思います。はい、じゃちょうど今ね、このオレンジゴーストパイなんですけど、まあ、こんな感じで今も交尾してくれてて、 がっつり交尾しますね。あの、下にいるのがオレンジゴーストパイで、えー、上にいるのがエンチクラウン、えー、ポッシブルヘテロパイかなで、まあ。そのヘテロパイの検証もあるんですけど、基本的にこの、指切りって言って、この下からこう入ってる、尻尾が入ってるのがオスですね。下から入ってるのがオスで、えー、下からこう上にかぶさってるのがメスですね。その尻尾で言うと。うん、で、こういうふうにまあオスの方が小さいんですけど、基本的にはまあオスは、えー、まあ、 そのブリーダーさんのスタイルにもよるんですけど、うちの場合はまあ理想ではもう小さければ小さい方がいいという感じで、まあ特に若いオス使う場合はまあ900から1キロとか大きくするときあるんですけど、基本的にはもう下ればそこで成長をほとんど止めるという感じですね。なぜかというと、やっぱりこう、ちょっと小さめのオスの方が、タイトなオスの方が、 よく下がりますね、うんまあ、経験上やっぱり1キロ超えてくるとだいぶ下がりにくくなったりとか、まあ、1回下がって終わっちゃったりとかすることが多くなってくるんであとはまあスペースの効率とかも、えー、含めて、まあ、基本的にオスはタイトな方が、えー、止めるブリターの方が多いですね、うん、でまあやっぱりこういうふうにちょっと汚れたりしやすいのは、えー、やっぱオスを投入するとメスがオスの投入にちょっとこう刺激されて、まあ、例えば怒ったりとか興奮したりとか発情したりとかっていう意味でこう細かい尿酸をいっぱい出したりとかあとはまあ糞とかを、あのー、全部排泄することがあるので こういうふうにちょっと汚れやすいかなと思います。あとはこう指切りしてるときにまあ気をつけることというか、まあそっとしてあげるのが僕はいいかなと思ってます。よくこの指切りしてるときにこの持ち上げて入ってるかどうか確認する人とかいるんですけど、僕は基本的にあんましない方がいいんじゃないかなと思います。入ってるかどうか確認したいんだと思うんですけど、やっぱりこう仮にこう持って、えー、入ってなかったとしても、それはた例えば今から交尾しようとしてる場合だとか、交尾が終わって、 ったばっっかりの場合っていう可能性もあるんであんまりこう見ることにメリットはないような気がします。あとやっぱりこう触って見てしまうと、まあオスであったりメスであったりがびっくりして、まあ尻尾を引っ張って、をグッとこう縮めてしまって、まああの、ンペにスが傷ついたりとかっていう可能性もあるので、あんま触らない方がいいのかなと思います。まあ、この交尾が今から2回目の交尾ですね。まあ、僕個人的には、1回目の交尾から、まあ、排卵終わった後のその、<laughs> 最終確認の交尾ですね、までまあ4回は交尾させたいかなと、まあ、自分の中でそういう目安でやってます。 まあ、特にやっぱりこう、オスがすごい、まあ主力の個体でまあ3匹とか4匹のメスをどうしても食らっちゃいたりとかだったら特に計画し、えー、計画しながら交尾していかないと、序盤で交尾させすぎるとね、途中で交尾しなくなってしまったりとか、まあ配乱がもう来てる、来てて一番大事なタイミングで交尾、えー、ができなかったりとか、えー、するので、まあできればこう計画的にこう、間を空けながらやっていった方がいいかなと思います。まあただその、例えばワンペアだけのオスで、まあ、 このメスだけにかけたい。お魚だったらま結構暇だと思うんで。で、もう10回とか10回以上交尾させてもいいんじゃないかなと思います。はい、えーと。まあ次はまあ別のペアで。まあ、これは今メスがもう完全排卵来てる個体なんですけどでオスが上にかぶさっててでまあ、見ていただいたらわかるんですけど。まあ実際指切りはしてないというか交尾はしてないんですよね。ただ、でもこう寄り添ってるというか、まあ,あのべたっとまではいってないんですけども。結構オスが体絡ませてるというかね。こうメスにこう体を乗ってこう沿わせてるような感じの体勢なんですけど。 うんまあ、ここまで来てたら、まあ、このオスはもうあの経験済みのオスというか繁殖経験済みのオスなんですけど、うん、ここまで来てたら基本的にも交尾はしてることが多いですね特にこう若いオスで初めて交尾させるオスでこの体勢だったら、まあ、まだしてないのかなとか思うんですけどやっぱりもうある程度経験してるオスでこの体勢になってたら。 実際、交尾の、この、がっちり、こう、指切りを目撃しなくても、もうもう指切りしてる可能性が高いので、もう僕はもう交尾してるという認識をするというか、まあ、かかってる可能性があるというふうに頭に入れるようにしてます。うん。先ほども申し上げたように、この、実際こう見て、入ってなかったら交尾してないっていう人もいるんですけども、実際あの体制だったら、もう、ほぼ間違いなく交尾は進んでるというか、うん。あの、まあ、受精して入らん、来て、受精卵が取れるかどうかは別として、 まあ、ほとんど排卵といとか交尾はしている可能性が高いように僕は思います。であとは、まあ、交尾中に気をつけるもう一つのことというか、まあ、温度で言うとやっぱ高温下の交尾っていうのは良くないです。 の前半から、まあ、完全に排卵が終わって、最初脱ピするまで言えることなんですけど、基本的に高温下で交尾すると、まあ、精子が死んでしまって、まあ、うまく受精しなかったり、受精しても、えー、無精卵が多かったり、優精卵を取れたとしても、強い優精卵ではなくて、まあ、弱い優精卵、まあ、すぐ腐ってしまったりとか、危険が多かったりとかっていう原因につながってくると思うんで、まあ、高温下での交尾と、まあまあ、交尾前後ですね、交尾前後は高温下に置かない方が、まあ、オスメスともに高温下に置かない方がいいのかなと、僕は思います。 この感じで本日はボールパイソンの交尾についてお話ししてみましたこの動画を通して皆さんのボールパイソンの繁殖計画がうまくいけばいいなと思っておりますそれでは次の動画でお会いしましょう良いボールライフを